ロモ、ロモ、ロモは、ロシアの工学機器メーカー、レニングラード工学機械合同、ラテン、文字転写、レノングラットスキーアプティコ、マッカニキスキーアバイアディナニーの略称である。日本では、カメラ製品、特に LCA をはじめとする、いわゆるトイカメラを製造していたブランドとして、知られている。ロシア革命直前の1914年2月4日に、 サンクトペテルブルクで設立された株式会社、工学機械工場がロモのルーツである。資本金は120万金ルーブルで、シュナイダーから66%の出資を受けた子会社あった。第一次世界大戦とそれに続く1917年の10月革命の勃発により、サンクトペテルブルクの情勢は混乱し工場は休止を余儀なくされた。1918年、 工場は国有化され、5位に名称を変更されたが、翌年まで稼働しなかった。1919年、ウラジー・メル・レーニンの指示で映画用カメラの製造を開始した。内戦を戦うソビエート政府にとって、映画は重要な宣伝手段であり、武器に等しいと考えられていた。1921年、ボス、国営工学工場に名称を変更。ソビエト連邦が成立し、 社会情勢が安定した1920年代半ばには工場を拡張、高額ガラスの製造を開始した。カメラの試作も行われ、初のカメラ製品、フォートモスを製作したが、量産はされなか。1928年、最初に販売された看板カメラ、ホタクアを発売した。1928年に始まった第一次後、可燃計画に伴う企業再編で、 会社の名称はまた変わり、1932年からは、ゴムズ、国営工学機械工場を名乗った。1935年一眼レフカメラの黎明機の一つである、スポルトを製作。第二次世界大戦が始まるまで、ツーリスとスメナ、リリプットなどの大衆向けカメラと、報道用カメラのリポーターなどを製造した。1941年、ナチスドイツが、 ソビエト連邦を攻撃、レニングラード、1924年に、ペトログラードから解明は、ドイツ軍の包囲を受け、1944年まで、激しい戦闘にさらされた。この間、レニングラードは、激しい飢餓に襲われ、市内の工場は、全力で、戦争資材を生産していた。戦争、ソ連では大祖国戦争と呼ぶに勝利した、ソビエト政府は、復興にあたって、 ドイツの工学技術と生産設備を摂取して利用した。カールザイスなどのドイツ企業から技術資料や生産設備がソ連に運ばれた。行き先はレニングラードのゴムズ、モスクワの KMZ、キエフのアーセナル等の工場であった。戦後のゴムズは組用工学機器の生産拠点として重点的に復興され、産業用や医療用の工学機械の生産も行った。 これと並行して大衆向けのカメラも生産され、二眼レフのコンソマラッツ、後にルビテルに発展したや、一連のスメナシリーズを発売するなど、主に大衆向けの製品を生産、供給した。カメラ製造はゴムズ社の一事業にとどまり、従業員の90%は軍事関係などのカメラ以外の工学機器に関わってた。企業の合併、再編などの関係から、 1962年、名称を、ルンプ、レニングラード工学機械工業企業体連合に変更。1965年、名称を、ローモ、レニングラード工学機械連合に変更している。ロモの製品は、天体望遠鏡、顕微鏡、電子顕微鏡などに特徴があり、世界最大級の6メートル望遠鏡ビティマイナス6を開発するなど西側に匹敵する。 技術水準を維持していた。1974年、優れた業績を称賛され、レーニン工場の称号を受けている。ソビエト連邦の解体後の1991年、レニングラードは再びサンクトペテルブルクに名前を変更したが、ロモは解明することなく、現在に至っている。現在はカメラ生産からは撤退しているものの、今なお宇宙開発、軍事、民生の部門で、 ロシア有数の工学工場であることは変わりない。カメラ製品の内主要なものないし著名なもののみを記載する。もう参照。1983年に発売された自動露出の 35mm 半コンパクトカメラで、後にロシア以外の国でカルトな人気を得た。共産圏のカメラでしばしば見られることだが、このカメラも日本製。 カメラ越しな CX-2 のコピーである。ただしカメラの外観はそのままだが、レンズバリアーの開き方や内部の機構は異なり、単なるデッドコピーではない。LCA の描写は一台一台微妙な違いがある。これは生産ラインにおける品質が安定していないためだと言われている。またレンズ設計上の欠陥から後継色が発生し、画面周辺に極端な光量落ちが見られるが、 これをトンネル効果と呼んで独特の味がと評価する向きもある。そしてカメラの自動露出はしばしば不安定である。これら撮影者に意図せざる結果をもたらし、現像してみるまではどんな風に映っているのかわからない。偶然性が一部ユーザーから通常のカメラと写真に対するアンチテーゼと受け止められ、単に映りが悪いとは片付けられない。その味のある描写には、 多くの愛好者が生まれた。LCA はソ連邦国内だけで年間150万台も販売されたが、ソ連崩壊後は日本製など共産権以外の製品に押され生産は中止された。しかし、このカメラを愛用していたウィーンを中心とする欧米の若芸術家と無数の若者がファンクラブを組織して生産を支援し、生産が再開された。 LCA を使ったアート運動はロモグラフィーとして知られている。同社は LCA と同社を紹介する写真集とをセットにして販売した。その後、2005年4月末でロモ社での LCA 生産が終了。2006年、機能を追加したロモ LCA としてロモグラフィー社により中国に場所を移して生産が再開された。なお、中国では 高工学が OEM 生産している。l c a はソビエト時代のもの、再生産されて以降のもの、中国製のものの3種に大別される。ソビエト時代のものにはカメラに印刷されたロゴがキリル文字のもの、英語表記のものがあり、前者が国内向けで後者が輸出向けである。その他、ゼニートブランドで売られたものがある。 レンズバリア周りのデザインが異なるタイプが LCM として少数販売された。1986年のソ連邦共産党第27回大会の記念品として作られたモデルがあり、トップカバーに赤旗バッジがついている。再生産されてからの LCA は通称ウィーンバージョンと呼ばれ、レンズバリアに通称ロモ像と呼ばれるキャラクターが描かれている。 機構的には、再生産モデルでは、モータードライブの接点が省略されているほか、いくつか機能の簡略化が見られる。さらに、ウィンバージョンも、前期と後期モデルがあり、後期モデルは、ファインダー内のゾーンフォーカス表示の指針が、省略されている。ロモ社のカメラの中でも特に著名であること、そして、何より、国際的にプロモーションした商業組織や、各国で、 その代理店的な業務を行った者たちが、LCA を指して、ロモと呼びコマーシャルしため、しばしば LCA がロモと呼ばれるが、前述の通り、ロモとは、かつてのメーカー名であり御用である。中国製の LCA に至っては、そもそもローモ社の製品ですらない。また彼らにより、周辺工業地を指して、トンネル効果であるとか、時には、軍事用であるなどといった全くの根拠のない。 噂なども広められた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。